さっき村山くん亡くなりました。かつて天才羽生善治と互角に渡り合い、命のすべてを戦いに捧げた男がいた。西の街道村山聡やって。勝手に軍団にされてもね。七五三みたいやな。終盤は村山に聞けか。羽生さんとの対局はね、20勝分の価値があるんですよ。強いな。進行性の膀胱がんです。ガラスケースの中、大丈夫ですよ。人間誰でもいつかは死にますから。まだ死な。そんなことよりも今僕たちが考えなきゃいけないのは目の前の一手です。俺だってな、俺だって命かけてんだ。お前のどこが命かけてんじゃん。痛い鼻僕には時間がない。勝って名人になるんじゃ。ごめんねサトシ、丈夫な体に乗り上げて。羽生さんの見ている海はみんなとは違う。でも村山さんとなら一緒に行けるかもしれない。いつか一緒に行きましょう。全力で駆け抜けたわずか29年の生涯。負けたくない。サトシの青春。